ウクライナの反転攻勢も伝わる中、市民がロシア軍から連れ出されているとウクライナ政府が発表しました。ウクライナ外務省の SNS です。ウクライナ南東部の激戦地マリウポリの市民6000人がロシアに強制的に連れ出され、パスポートや身分証明書も没収されていると書かれています。地元の市議会も同様の内容を発表するとともに、焼け野原となった現在のマリウポリ市内の様子を公開しています。一方、ユニセフはこの1ヶ月でウクライナの子どもの半数を超えるおよそ430万人が家を追われたと発表しています。